このステージ2回目の生録音会始めたいと思います。ポーズボタン外してください。よろしいですか。それでは拍手で迎えてください。中村金太郎とウィーキッズ、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、ステージ第1回目のステージです。お願いします。
コマーシャルソングでサントリーレモンドリンクのテーマソングをお送りします。それじゃあこの辺でちょっと2回目ですね、メンバー紹介したいと思うんですけど、簡単に略歴などいきたいと思うんですけど、まずステージ向かって右側から、ベースギターはこの人はあのこのバンドやる前は全然経歴なくて、それまでは半分アマチュアっぽかった人なんですけど、でもなんかすごく音楽の歴史は長そうに見える人で、なんとなくこのバンドの知恵袋っぽい雰囲気なんですけど、山本博明次にドラムスを紹介しますが、若干二十歳で、あのこのグループで一番若いんですけど若い割にはあのとってもいろんなバンドにいたことがあって、あの森構造とメイクライトブルースバンド、というところにちょっと前にいたのね。それから武田和夫のところにもいたりなんかして、そのずっと前は多分この近辺でもやったことあると思うんですけど、スーパーパンプキンというバンドで、割と可愛い子ちゃんグループでやってたこともあります。パワードラマーで、今後期待したいと思います。小林誠。そして次にこう一点を紹介しますが、もうご存知の方もたくさんいると思いますが、ここでもやってますね。今月もやるんでしょ。今月はないのね。あのクロスウィンドっていうグループでツインキーボード の, あの片割れでやっておりました。他にも他はやってないね。そのま昔東京とボケキャッツでスケスケの水着を着てやってたこともある。丸尾めぐみです。そして、ギターを紹介しますが、横須賀から来た、横須賀一のなんか村じゃ一番横須賀のギタリストナンバーワンという、沢田研二のバックバンド の, あのギターを除けばナンバーワンというギターは、サーフィンもやるという山内久幸。そして、僕は、しばらくずっとレコードも出していませんでしたが、去年まではラジオ関東で DJ なんてこともやってたんですけど、ガムがあの愛はかけろというのをヒットさせて、同じレコード会社が出てきたら即クビにされまして、深野義和ってやつと2人でやってた番組なんですけど、2人揃って降ろされまして、今は今までずっとあのレコードも出してないしやめてたんですけども、今年から、もうそろそろやらないと僕も今年で30になるしやばいなと思って始めました。中村金太郎です。よろしく。そういうわけで、中村金太郎と Wii Kids 今年は、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあ、次の曲いきたいと思いますけども、次の曲は、たまにはじゃあ僕たちのオリジナルばっかりやらないで知ってる曲もやろうかなという感じで、なんかあのビールのコマーシャルで使われてる曲なんですけど、昔あのなんだっけ、サベージというグループがやってた曲で、いつまでもいつまでもというのをちょっと聴いてください。
それじゃあ僕たちのオリジナルに戻ります。次の曲が初めて新 M に関係のない曲という、クレイジーシチュエーション。僕らもうすぐ LP、取り掛かると思うんですけど、その時に、ぜひ B 面の真ん中辺に入れたいなと思ってる、クレイジーシチュエーション。It's a crazy situation. Crazy, まるで終わりさ。
passion crazy 歌され続けた Oh crazy次の曲、三浦よしこさんという、去年260万枚レコードを売ったという、大作詞家に書いてもらった曲なんですけど、ファイヤーという、僕自身は自分たちのレパートリーの中で一番好きな曲があるんですが、それを聴いてください。Yeah.
かったけど雨が消して行ったよ。俺と一緒の愛そうさ奴が連れて行った。風にもたれながらキスを交わし押してるみたいなんでどんどん行きますが、ずっと昔もう僕音楽始めて15年ぐらいになるんですけど、ずっと昔リズムアンドブルースが全盛の頃っていうのはまだ歌なんか全然歌って言ったらもうこの3年4年ぐらいしか歌ってないんですけど、リズムアンドブルースをちゃんとボーカルがいて後ろでギターを弾きながらコーラスだけやってた頃があるんですが、その頃懐かしいんでこの間横須賀でリズムアンドブルースパーティーというのをやりまして、文化会館というでかいところでなんか1600人ぐらい人間がそういうの好きな人たちがたくさん集まりましてやったんですけど、久しぶりにやってみてやっぱりリズムアンドブルースってとってもいいなという感じで、今日もやりたいんですが、もうおじいさんの歌手でルーファス・トーマスというものすごいおじいさん、もう70近くなるんじゃないかと思うんですけども、その人のヒット曲でウォーキンザドッグというのを聞いてください。Just a walk in the door.
broken needle and a cheek and soul. Walk in the door, it's just a walk in the door. Oh yeah, if you don't know how to dress, I'll show you how to walk that door. Come along, hey.最後の1曲にします。困っちゃった、じゃあ最後の曲は、ちょっとやっぱりもう1曲ブルースっぽい曲を聴いてもらおうかなと思うんですけど、I'm so crazy for your love という、佐渡賢治もびっくりという曲を聴いて最後の曲I'm so crazy for love. 濡れた素肌にローブをまとってため息ひとつ I'm so crazy for your love 人よ限りの恋人気取りはもうおしまいよ孤独なり
鏡に向かって口づけ一つ I'm so crazy for your love ごめんなさいとその気もないのにつぶやくお前金太郎&ウィーキッズの、2回目のステージでした。素晴らしいステージ、ね、また、この中村金太郎&ウィーキッズに素晴らしい、盛大な拍手を、お寄せくださいと何を言ってるか分からなくなりました。あまりの素晴らしさに、とても素晴らしかったですね。ありがとうございます。
またよろしくということなんですが、皆さんどうでしたでしょうか。素晴らしい生録音できましたでしょうか。皆さんお使いになりましたデッキがローディの E90 とそして D の 1100MB という、素晴らしいカセットデッキですけれどもね、これを使いましての、オリジナルサウンド、楽しんでいただけたと思いますが、さて今、演奏しました曲目を簡単に、ざっとご紹介したいと思いますが、2回目のステージ1曲目は Go Ahead、 そしていつまでもいつまでも、クレイジーシチュエーション、ファイヤー、ウォーキングザドッグ、そして I'm so crazy for your love、 以上6曲をねご紹介したわけなんですけれどもね、お忘れ物などなさらないように、特に今撮りましたカセットテープをね忘れたりしないようにね、してくださいね。さてこの後ですけれども、この後は5時からですね、ここで1時間、文化放送のハローサタデーの、公開放送があります。公開生放送というわけでね、そちらの方のゲストはキャデラックスリム、そして、ジェリーズというわけで、そちらの方も、お楽しみ、今日はどうもありがとうございました。